皆さんどうもこんにちは、ザキングです。本日はボロボロのレッドウィングのブーツを染色して綺麗にできるかチャレンジします。ヴィンテージなのでかなり傷んでいますが、このブーツがどうなるのか本日も少しお付き合いいただけると嬉しいです。こういう場合はまず極潤なので拭き取ります。全体的に潤いを与えて、気になる部分をリグロインを使って拭いていきます。今回はスピランの焦げ茶を使用して染色します。ゴムソールも染まるので全部染まります。ゴム手袋は絶対にした方がいいです。次の日仕事で手が汚いとか嫌ですし、2日くらいは落ちませんのでご注意ください。こぼしたりも大変なので作業マットなどを敷いた方がいいです。容器も洗えるものを用意しておきましょう。
ゴム手袋は汗で内側がざらついたりします。気持ち悪いので一旦違う使い捨てにします。アルコール染料の残りが取れるので、途中で空拭きしておくといいでしょう。クレーム1925のダークブラウン塗りました。クレームを塗るとツヤが出てきますよ。ヤギ毛につけてなじませて使うとものすごく綺麗なツヤが出ます。ヘアブラシのブタ毛ブラシのトリートメントを手に取らずブラシにつけてブラッシングすると、ブラシも育ってブローが日に日に楽になります。それをヒントに靴にも使ってみましたが、滑りやすくなるので汚れなどにも効果があります。手触りがものすごく良くなるので気に入っています。コロナの影響で高騰していますが、ニジャンセンのトリートメントにケラスターゼなんかも面白いかもですね。いらない靴なので試してからやってみてください。ほどけやすい紐や古い紐にはクレームを少し取って紐になじませるといいですよ。多くつけすぎると衣類についてしまうかもしれないので、薄く伸ばして布などで拭き取りましょう。こちらで本日の靴磨きは終了となります。色も抜けて荒野のように荒れ果てたブーツもスピランとお手入れをしっかりすることでまた履けるブーツへと復活しましたね。アグレットをつけてだいぶイメージも変わりました。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。